皆さんはマル特物件と呼ばれる特別な物件があることを知っていますか？マル特物件とはいい意味での特別ってことじゃなくて、事件などが起きた部屋のことで、不動産業界用語らしいです。そこの物件の価値を下げないために、ただ同然で貸してくれるようで、主に学生たちが好んで住んでるそうです。私も新聞小学生ということで、早朝に配達して、学校が終わったらすぐに夕刊を配達。キャンパスライフを楽しむ機会もなく、配達所の寮で住んでることもあり、ただ同然なら多少怖い部屋でも興味があったのですが、しかしそんな考えは絶対にできません。あの恐ろしい体験をしてからは。同じ新聞小学生で住み込みで働く先輩の木村さんが突然辞めてしまったので、木村さんの担当していたエリアを私が代わりに配っていました。もしもし、店長、あのグリーンハイツなんですけど、一番奥の部屋に家族が住んでるみたいなんですが、勧誘かけますか？4階の奥の部屋。いや、おかしいな、誰も住んでないはずなんだけどな。おかしい。木村さん、
お菓子ありますよ。どうぞ。ねえ、どうしたんですか？急に辞めちゃって。いや。先輩？何かあったんですか？大学の友達にヤバい話聞いちゃってさ。何すか？それがさ、友達のサークルの女の子がさ、失踪しちゃったって話。失踪？それがなんで先輩がバイト辞める原因になったんですか？そして木村さんは失踪した翔子という大学生の話をし始めました。翔子という子は先輩の通う大学の新入生らしく、まだ新しく綺麗なマンションの一室に引っ越してきました。ただそこがあの丸徳物件と呼ばれるいわくつきの部屋だったそうです。今新聞って撮ってますか？いや、撮ってないですけど。これからも撮る気ないんですけど。ちょっと待ってください。そうはさせないんで。いや、本当にいらないんで。これだけじゃないんです。ちょっと話だけでも聞いてください。ありがとうございます。あと何もいろいろあるんで。あれ、商大の子じゃない？ああ、ごめん、俺も商大なんだよ。サークルで君のことを見たことあるからさ。ああ、俺同じサークルだから。そうなんですか。なんか失礼な態度とってすいません。いやいや。ああ、じゃあさ、ただでいいから契約してよ。新聞なんか読まなくてもいいんだけどさ、契約取れれば俺の成績上がるから。ただで大丈夫なんですか？大丈夫、商品券とかあれば金作れるから。それなら。じゃあポストにお金入れておくから、それで集金来たら払ってね。ありがとうね。助かりました。
じゃあ学校だったらよろしくね。ありがとうございました。怖いですよ。新聞配れなくなっちゃいますよ。どっから流れた情報なんですかね。てかその子がいなくなっちゃうのと先輩が辞めちゃうっていうのはどういう関係があるんですか。いや、なんかやる気なくなっちゃって。どうすんですか、これから。奨学金もなくなっちゃうし、大学は？まあゆっくり考えるよ。気をつけろよ。木村さんが言っていた言葉の意味がその時は分かりませんでした。知ってる？女さんと。あ、知ってる。なんか最近ねちょっとちょっと有名になってきてるね。そうなんかいつも食堂にいて、うん、いつも見る人、あのさ、うん、サークルの先輩で、ねえ、ね、知らない？知らない。変わってる人なんだよ。そう、うん、いるんだよ。ね、だからね、この間ねなんか違うところで見たの。いつも食堂で見るじゃん。そうだね。だけどこの間トイレの前ですれ違っちゃって。トイレの前超気まずかったんだよ、ね。声かけなかったの？かけらんないよ。絶対かけないっしょ。かけないね、確かに。うん、食べできたよ。あー、やった。美味しそう。すごいね。美味しそう。あ、いいよ、食べろ。よ。はい。いきまーす。はい、チーズ。食えた？あ、いい感じ。そう。ちょっと待って。ちょっと待って。取ろうか、じゃあ。取って、取って。でも、いけてないな。本当に新聞やだ。あの、この前話してたサークルの先輩の木村さん。あ、ごめん。取ってきてもらっていい？あ、うん。ないから後で送って。あ、オッケーオッケー。なんか得しちゃうね。新聞ただで商品券もらったんでしょ。うん、でも新聞とかテレビ欄くらいしか見ないし。そういえばここもさ物件安かったんでしょ。そう、安かった。綺麗なのにね。金運いいんじゃない。そうなのかな、ね、手相見しよう。手相ねえ、これ。あ、うん、あれでもなんかいつもと違うけど、ありがとう。うん、なんだろう、プレゼントなんじゃない。ねえ、ぽいよね。美味しそう。
も美味しかったし。そう。どこですかね。おはよう。おはよう。どうしたの？ごめん、今から行くとこあるからさ、またね。ねえ、なんかおかしくない？あの日のいたずらのこと？ごめん、あれは…はい。木村さんと会ったあの日から
数日後木村さんが仕事を辞めた理由が分かりました。大丈夫ですか？あの後、木村さんの話してた学生の話がこのマンションで起こった事件だと分かりました。怖くなった私は、店長にあの部屋のことを聞くと、あの部屋には誰も住んでいなかったそうです。では、あれは何だったんでしょうか。ただ、なぜあの部屋が丸徳物件なのかは、あのマンションができた頃、そこに住んでいた若いお母さんと子供が旦那に殺され、数日間風呂場に隠されていたそうです。そして今もその丸徳物件は存在するそうです。